皆さん、こんにちは。世の中をリーガルチェック。弁護士の高橋です。今日のトピックはこちら。ガーシーさん、東谷さんと共犯、共謀していたとされている池田さん、池田俊介さん、コンセント池田さんですね。池田さんが釈放されました。5月の2日です。 で、この件については、僕自身が、東谷さんの弁護人選に届けを警視庁に提出していたりというような関係もあったりするので、中身については触れません。また、ここについての具体的な中身を話すことによって、まあ、池田さん自身、その最終的な処分に悪影響を及ぼすことにもなってはいけないので、中身については話しません。ですので、今、客観的に起きていること、その意味について、例えば、処分保留って何なのと。 今釈放される意味は何なのというような、まあそういった点、法律的な観点からはこういったことが考えられるというところ、そのあたりのところを、まあその外縁ですね、を解説させていただいた上で、なぜそもそも今回逮捕になっているのか、誰がその判断をしたのかというところ、そのあたりのところを解説させていただきたい。で、その上でさらに、現時点でヤフートップを見ても上のトップのニュースのところにはこの件は報道されていない。 ですけれど皆さん覚えてますか池田さん逮捕の時にほぼそのニュースだらけになっていた。大手のメディアがこぞってこの報道をしていました。逮捕の報道をしていました。なのに釈放はほぼ大手のメディアはスルーしている。なぜそうなっているのか。そのあたりのところを僕なりの観点から解説させていただいて、最後にまあ池田さんがドバイに戻れるのか。その部分についての法律的な観点からの解説をさせていただきたいと思います。 まず経緯です。3月に東谷さんを巡る事情についてはいろいろありました。まあ議員の除名などがありました。で、その除名が3月14日に除名された後、3月16日にすぐに逮捕状がまあ請求されました。その逮捕状の内容は名誉毀損とか威力業務妨害罪でした。で、ここで結構関係者の方々が驚いたのが、東谷さんだけじゃなくて、今回の池田さんも共犯者として逮捕状が出ている。で、逮捕状に出ていた結果どうなったかというと、まあそのパスポート、旅券の返納命令も同時に出た。 という形になります。で、逮捕報が出たのは3月16日。で、4月の14日が、まあ、池田さんにとってもパスポートの返納期限だったので、この日に池田さんは帰国をされました。で、帰国をして成田空港で逮捕されて拘留されたという流れになっています。で、池田さん自身は何をしていたのかというと、まあ、動画の編集、制作ですね。まあ、東谷さんの上げていた動画、それのまあ、編集とか制作などに携わっていたというところで、共犯者だとされたわけです。 ただ池田さんはこの点についてはまず共犯者としての認識等については否認をされていたのかなと思います。その点も報道されてないですけどね。でまあ、その結果どうなったかということで5月のの2日日に処分を掘りで釈放となったのが今日ですで。それぞれな誰が何をしていたのかという点ですけれども、まあ、今日はまあ井川本隆さんとかもツイートしていましたが、まあ、不当逮捕じゃないかと。 いうところもあって、じゃあ、この逮捕っていう判断を誰がしているのかというところについて、まあ、確認、まあ、法的な面からの確認をしていきたいと思います。まず、逮捕状の請求をしているのは警察です。これ、は検察庁じゃない、警察です。まあ、警視庁でしょうね。それに対して、まあ、裁判所が逮捕状を出してよと。この人は犯罪の権限があるんだというところ。それプラス、まあ、逃亡、在所、秘密の恐れがあるんだということで、裁判所が、まあ、逮捕状を発布したというような形になっています。 まあ当時は海外にいるので、まあ、逃亡の恐れがあったというところはあるのかなと思いますけれども、まあ、そもそもまあ池田さんに関しては、前提になる犯罪の嫌疑が本当にあったのかと。まあ、警察がそう言ってるからといって、右から左にやったんじゃないのかというのが、まずこの裁判所のまあフィルタリングがまあちゃんとできてるのかなというところかなと。で、その後実際に帰国された際には、この逮捕状に基づいて逮捕して、でその後まあ検察官のまあ交流請求を経て裁判所が交流したと。 ということになっています。まあ、警察や検察が交流したというように勘違いされているかもしれませんけれども、最終的に逮捕状を出すのも、交流するのも裁判所です。で、最終的にこの処分保留釈放という判断を強したのは検察庁です。検察庁は、まあ、普通に考えるとこのタイミングでまあ釈放するというのは、起訴する気がないとか、起訴できないという判断をしたんじゃないかというのが合理的な推測かなと思います。それはなぜかというところを解説します。 また処分保留釈放というのは、これは大体逮捕・交流を経た場合で、交流満期に近い時期に釈放する場合には、その時点で不起訴という最終的な判断をせずに、処分・保留で釈放という判断をすることが圧倒的に多いです。まあ、なぜかというと、逮捕された後72時間。その後、交流して交流延長ってなると、10日10日でまあマックス23日間。この23日間の間に検察庁は警察などを使って捜査をしなければならないわけです。 でまあ23日までに起訴をしなければならないのは通常なんですけれども不起訴の判断をする場合には少し幅を持って本当に不起訴でいいのかどうかというのをチェックすることが多いので5月の2日に直ちにまあ不起訴となるのではなくて処分保留とりあえず保留にするねと直ちに不起訴とは言わないけど保留にするねと言って釈放することが多いです。 で、この処分保留の釈放の後に、じゃあな、どういった処分が待っているのかという一般論で言うのであれば、処分保留の釈放の後に、一応起訴されることもある。起訴される場合には、まあ、正式な裁判。皆さんが知っている通り裁判所で裁判を受けるというような、まあ、証言台のところに立って、まあ、罪認めるの、認めないのみたいなやつをやる正式の裁判と略式裁判といって、まあ、簡単な手続きで罰金を課す手続きの二つがあります。であともう一つが不起訴ですね。 で、不起訴が、不起訴の場合には大きく3つあります。それはまあ、起訴猶予と、権威不十分と権威なしというところ。まあ、これは別に覚えなくていいですけど、簡単に言うと、起訴猶予というのは微罪。微罪と呼ばれる、まあ、要は軽い罪ですね。まあ、うまい棒をコンビニで取りました。 まあ、あなた自身裁判にかける、まあ、説当である以上は裁判にかけられるんだけれども、まあ、今回は罪としても軽いと本人も反省してるし、今回は犯罪は成立するけど、今回限りは起訴しないねというのが起訴猶予です。で、次に権威不十分というのは、証拠がない場合ですね。権威、この人が犯罪を犯したと認めるに足りる証拠が不十分、ないという場合は権威不十分。そして権威はそもそも犯罪にならないでしょうというような形。 で,すとで、すとでこの3つのうちのどれかの場合が不起訴になるということになります。で、まあ、後からもまた説明しますけれども、この池田さん自身には、一般の方とは面会できないような接見禁止という処分がついている。弁護士しか会えない状態ですね。まあ、そういった状況というのは、結局のところ、外界とのまあ遮断して、要はもう警察がもう取り調べガンガンして自白を取ろうという、そまあ、そういったまあ意図が正直あるわけですけれども、そういった手続きを経て、 その後に釈放してるってことは、は外の人といくらでも連絡取れる状態になるわけです。要は警察としては本当に刑事裁判の有罪を取りたいと。 起訴したいと考えてるんだったら、このタイミングで釈放してしまったら、まあ警察か3つの逮捕する、法上にする関係者と連絡を取ったりとか、証拠を隠滅したりとか、まあ証人にまあプレッシャーかけたりとか、逆にまあ都合ない証言を作ったりというような、まあ財所隠滅をするでしょという事態を釈放によって生じさせてしまうわけです。つまり起訴したいんだったら釈放しちゃダメなわけですよ。普通常。こういったまあ石鹸消しがついてる事案だったら。 ただ釈放したということは普通に考えれば不起訴の処分が想定されているんだろうなとこれから新しい証拠でも出てこない限りは不起訴になるんでしょうと。でなおかつ今回の件だと接拳禁止までつけて要は東谷さんと共犯だと思ってこんだけ報道されていたわけですから。 基礎猶予。今回は犯罪になるけど、今回限は基礎しないねという話ではなくて、おそらく証拠がないか犯罪にならないよねという判断をしたのかのどちらかだろうなと思います。これが現状です。現時点で不起訴になっていないのは普通です。ま、こう、交流満期を経て、釈放される場合には大体処分保留になりますと。で、その後釈放になりますけれども、処分保留、釈放になった場合は通常は不起訴が待ってますという形になります。 でですので今回の池田さんの件についてもおそらくここら辺になるだろうなと思います。これは法律家の解釈かなと。じゃあこういった件ですけれども次になぜ報道がないのかというところについての僕のまあ分析です。 まあ先日もジャニーズの動画を上げさせていただきましたけれども、いろんなメディア側の忖度もあるんでしょう。あとはどうしたメディア側としても、面白いか面白くないか、ビュー数が稼げるか、世論から味方につけられるかといったそういう報道のあり方という観点からすると問題のある、まあ要はそのまあビジネスですから、ネットの記事だったらビュー数を稼がなきゃならないと。まあ新聞とか雑誌だったらたくさん売らなきゃならないというところもあるんでしょうけれども、本当にそういった姿勢での報道でいいのかと、 皆さんにはちょっと考えていただきたい部分についての指摘をさせていただきます。まず、なぜ報道がないのかというところですけれども、まあさっきも言った通り、確かに処分保留なんですよ。不起訴になったわけじゃない。処分保留での釈放なので、まあ確かに今マスコミ側の理屈、大手のメディアの理屈としては、まあ不起訴の余地があるよねと。だから釈放されましたっていうことを報道しても、その後起訴されるんじゃないのっていうことが一つ言い訳としてはあり得るのかなと。 あとまあもう一つ考えられるのは、まあ逮捕はまあ注目されるけど、処分保留はまあ要は簡単に言うと面白くないから記事としてっていうことも考えられるのかなと。まあ公舎だったらもうどうしようもないなと思いますけど、まあ一応形式的な理屈としては、今後起訴されるかもしれないから処分保留釈放っていうのはまあ微妙じゃないかと考えられるかもしれません。しかし、そもそも考えてみてください。処分保留っていうことはまだ起訴の余地があると、要はまだわからないよねということで記事にしていないんだったら、 そもそも、逮捕も、拘留も、イコール有罪じゃないわけです。逮捕も拘留も、捜査のために犯罪をした可能性がある人を一時的に警察に置くのが逮捕拘留なわけです。つまり、逮捕拘留された時点では無罪推定。皆さんも知ってる通り、無罪推定がある。その時点では有罪ではない。無罪の余地がある。しかも、逮捕拘留は刑罰でもない。 そもそも刑罰ではないわけですから、もしこういうの可能性もありますし、逮捕拘留は別に悪いことをしたから逮捕拘留されてるわけではない。捜査のために、もう必要があるからという立て,立て付けで、多分身柄を取ってるだけなので、有罪でも刑罰でも,罰でもない。つまり、そもそも逮捕も拘留も、まだ何も決まってないでしょと。有罪前提じゃないでしょということになるわけです。って考えるんだったら、 そもそも逮捕拘留だって曖昧な状態でしょと。だから、だとすれば処分保留だって曖昧だって、それが曖昧だって言うんだったらそもそもこっちも報道するなよと。こっち報道するんだったら、ちゃんと責任持って処分保留。でも、釈放の方もちゃんと報道しろよと。 さらに無罪判決はもっとでかく報道すべきですよねと思うんですけども、今のマスコミはそうなっていない。大手マスメディアはそうなっていないので、今回ツイッター上では池田さんっていうワードがトップワードになっているのに、大手メディアはだんまりを決め込んでいる。これが現状の報道機関の報道姿勢ですねという感じです。で、最後にドバイにまあ池田さんが戻れるのかどうかというところですけれども、 まあ、魚掘ってみると、まあ、そもそもドバイに、まあ、入れなくなったというか、まあ、パスポートが失効してしまった。それは、まあ、確かに逮捕状が出ると、執行の要件に引っかかってしまって、まあ、国側からの返納命令が出るという形で、4月14日まで執行してしまっているので、まあ、もともと池田さんがドバイにいた時のパスポートはすでに執行してしまっています。しかし、その後、池田さんがま,まさに5月2日に釈放されました。これから、まあ、ドバイに帰る本人、ご希望があるのであれば、再度、パスポート、旅券を申請しなければならないということになります。 でじゃあ、こういった場合に、じゃあ、こういう状況、まさにもう、ま、権疑不十分ですよね、今、処分掘りの状態なわけで、この状況で、じゃあ、旅券法上、パスポートの発行ができないかという意味で考えると、まあ、結論から言うと、パスポートの発行はできると思います。 まず、旅券法上の13条で、発給の制限。パスポートの申請をした人に対して、こういう場合には発給してはいけませんよと、発給しないことができるというような条文が書いてます。まあ、そこにはパスポート偽造したとか、いろんなものが書かれてますけれども、まあ、今回、こっちのまあ逮捕状の執行も関係しますけれども、今回関連するのはまあ1個の2号ですね。この2個の2号には、訴追されているもの。 もしくは、ま、犯罪を犯して、ま、逮捕状、交流状が発せられ、外務大臣に通報、外務大臣に通報されているものというような要件がなされています。で、じゃあ今回、ま、池田さんについてですけども、逮捕状が、ま、発せられて、ま、通報されているかというところですけど、逮捕状はすでに発布され、執行されているので、これについてはも考慮がなくなっています。で、交流状についてもすでに、ま、使われている状態ですと。で、今後あり得るとすれば、 訴追される場合だけでしょうとつまり今回の件で三毛田さんについては別件での逮捕があれば別ですけれども別件での逮捕もあるんだったら今回処分保留釈放の後に直ちに再逮捕しているはずです外に出してしまったらまた逃げてしまったら困るわけですからね警察側の理屈としてはですよなのでこの時点再逮捕もなく釈放しているということを考えるとおそらく余罪での再逮捕に十分な証拠などは今持ってないということになるでしょう そうなると現時点ではこれらの罪で一旦釈放したけど無理くり起訴するということをしない限りは予見法上の発給制限には当たららないいでしょうと思いますさらに法律上のまあ分析を加えるならば一つの犯罪については一回の逮捕・拘留しかできないという一罪一逮捕・一拘留の原則というのがあるので。 これらの罪、名誉毀損や威力業務妨害罪については、もうこの件について二度と逮捕状や交留状は出せません。同じも同じ罪について出せないというルールがあります。ですので、これらについてはもうあり得ないと。あと、なおかつ、本当に今後起訴することを目論むのであれば、今回の逮捕のタイミングが4月の16日だったことを考えると、おそらく拘留されているのは4月の16日だと思います。 で4月の16日から20日となると普通に考えれば5月の5日が満期なはずなんですただゴールデンウィークというところもありますけれども本当に起訴するためにまあ捜査機関として食らいつくつもりがあるならゴ,、まあ、ゴールデンウィーク休日中だろうが別に起訴することはできるはずですただしそのゴールデンウィーク中の5月5日を待たずに2日に釈放しているということは、まあ、ある意味、まあ、検察官側としては もう早い段階で白旗を上げてると。これはもうおよそ起訴できないんじゃないかという判断になっていた可能性が高いのかなと思いますそして先ほど言った通り接見禁止要は弁護士以外と会えない状態がついになっていたのに釈放してししててままっったら誰とでも会える状態になってしまう。つまりもしも起訴しようと思ってるのであれば警察側としては通常であればですね起訴された後も交留を続けて裁判まで 本人が認否とか証拠に対しての意見をどうするかを明らかにするまでは石鹸禁止をつけることが多い。のにいきなり釈放したら外の人と連絡取り放題。つまりそうなっても仕方がないよね。そうなっても裁判への支障はない。裁判をそもそもする気がないと考えている方が、ま、ある意味合理的な推測になるかなと思います。ということで、もう本当に起訴する気があったりとか、起訴するに十分な証拠があるなら今日釈放するという判断にはなっていない。 はずですなので訴追を今後急遽国から出さないためにパスポートは発給しないためにあえて訴追をするということもちょっとさすがに考えにくいかなと思うので発給制限には当たらない可能性が高いとなると旅券の申請はおそらく通るでしょうから池田さんはパスポートの申請を受けてドバイに戻ることができるんじゃないかなと思います。 ポートの申請急げば2週間程度ではできるかなと思うので5月中には帰ろうと思ったら帰れるのかなというのがまあこの流れからの合理的な推測です。という感じで僕自身も牧田さんとはドバイでお会いしたこともあります。 ですので、今回も釈放されたということは、僕自身も非常にホッとしています。で、まあ、この件について、ま無理な捜査とかがなされているところもありまして、不当逮捕とか、まあ、正直僕自身もいろいろ言いたいことはありますけれども、今回は法律的な観点からの解説をさせていただきました。まあ、この件に関して他にもご質問ある方は、コメント欄に質問いただければと思います。あとは、こういった件、まあ、ガーシーさんの件、まだ終わってないですけれども、まあ、こういった件についても、今後、関連する部分出てきたら、法律解説していきたいと思いますので、興味のある方はチャンネル登録お願いします。ということで、今日はこれまで。それじゃあまた。